午後11時半を知らせる鐘の音が響く。僕は京香ちゃん、神林夫妻と共にラウンジで眠れない夜を過ごしていた。2つあるソファーは京香ちゃんとローズさんに使ってもらい、僕と神林さんはラグに寝転がっている。ラグは柔らかく、不快感はほとんどなかったが、しかし眠気が訪れるまでには至らなかった。人3人死んで、4人か。って無理だよね。何度も寝返りを打ち、朝が来るのを待つ。しかし時計は一向に進んでくれない。それはみんなも同様らしく、あちこちから寝返る音やため息が聞こえてきた。頭を起こし、京香ちゃんの方を見やる。彼女はソファーに横たわった状態で、暖炉の向こう側をじっと見つめていた。そちらには池谷さんの遺体が置いてある。棚の陰に隠れ、こちらからは完全に見えないようになっていたが、それでもやはり気になるのだろう。京香さんだったわよね。ローズさんのささやく声が聞こえた。はい。眠れない？ええ。だったら無理して眠ろうと思わなくてもいいわ。人間って案外頑丈にできてるものだから。一晩くらい眠らなくたって大丈夫よ。ま、てかこんな時に一晩ぐらい、そうだね、寝ない方がいいと思うけど。バンバン人死んでんだし。体だけじゃない。心だって自分が思ってる以上にたくましいものよ。私くらいの年になるといろんなことが分かってしまうの。だから一つだけアドバイス。年寄りのたわごとだと思って聞き流してくれてもいいから。ローズさんはそこで一息つき、どんな困難も時間が解決してくれるわ。そう口にした。今は最悪の気分かもしれないけれど、明日の朝になれば少しはマシになっているはずよ。明後日にはテレビのお笑い番組を見て笑っているかもしれない。一週間もすれば今夜の出来事は思い出の一つとして、誰かに平然と語られるほどになっているかも。なんかやっぱ年上の言うことは違うね。薄情すぎると思うかもしれないけど、それでいいの。いつまでもくよくよ悩んでいたら、次の困難に立ち向かえないもの。一つの出来事に苦しみ続けられるほど、あなたの人生は安泰じゃないでしょう。だから、どうしてこんなことが起こったのかと悔やむのではなく、これから何をすべきかを一生懸命考えなさい。それが亡くなった方への一番の供養になるはずだから。泣いちゃう。ありがとうございます。京香ちゃんの言葉にいつもの力強さが少しだけ戻ったような気がした。池谷さんが殺されたこの部屋に彼女を連れてくることに多少戸惑いもあったが、これでよかったと安堵する。ローズさんの言葉を聞き、僕は、まあ、ここはその通りだと思った。明日はきっと今日より良くなっている。だから今を悩むのではなく、ただ明日が来るのを待ち続ければいい。そう思うだけで随分と心が楽になった。しかしそれでもやはり思い出さずにはいられなかった。目を閉じれば、ついさっきまで生きていたみんなの顔が脳裏に浮かぶ。みゆきちゃん、池谷さん、大森くん。一体彼らを殺した犯人は誰なんだろう。僕たちの中に犯人がいるのだろうか。まあ意外だとな。だからできたんだって、そういう辻褄とかがもう全部無視になっちゃうから、中にいるんじゃないかな。やっぱり間違いなく僕たちの中にいるはずだ。生き残っているのは僕、京香ちゃん、神林夫妻、さとみちゃん、うかいさん、それに行方不明の黒井さんと、ゆきのちゃんの8人。あ、ゆきのちゃんと黒井さんも入ってんだ。でも外にいるんだったらもう寒いから普通に危ないんじゃないの、この2人は。ゆきのちゃん、黒井さんは。この中で犯人だと思われる人物は。マジで？わかんないな。いや、実は雪乃ちゃん怪しい気がするけどね。
黒井さん、まあ黒井さんか雪乃ちゃん、里美ちゃんもありえなくはないか。ローズさんも、でもそれ言ったら雪乃ちゃん、雪乃ちゃん実はね、初めの方から怪しいと思ってたんで。いけ。この中で犯人だと思われる人物は雪乃ちゃんだ。なぜなら関係する2つの言葉を組み合わせて仮説を生み出しましょう。仮説次第で新たな選択肢が出現します。え、なんだろうそりゃなんか、雪乃が犯人である根拠、この2つを組み合わせてやれと。雪乃は風呂が倒れている人がいると言った。まあ、女湯に倒れている人はいなかったと。雪乃は風呂に倒れている人がいると言った。でもいなかった。これが犯人である証拠か。まあ、でも、これ、この二つは組み合わさる二つだよね。ちょっとやってみようか。どうや。お、成立した。なんか火花とか散ってたけど。雪乃ちゃんは風呂に倒れている人がいると言ったが、女湯には誰もいなかった。そう、これがまず一つ謎だよね。僕たちが女湯を確認するわずかな時間に犯人が死体を運んだと考えられたが、本当にそんなことができるのだろうか。それよりも雪乃ちゃんが嘘をついたと考える方がよっぽど現実的だ。雪乃ちゃんは、でもこれ B がないんだ。もっと考えられんのかな。もう一回できんのかな。お、できた。あとは、はあはあ、でも確かに指示に食堂に来たと。確かに雪乃ちゃんが飛び込んでこなければサプライズパーティーっていう風にこうやってね、ちょうど指示にサプライズが起きるみたいにはなんなかったはず。お、できた。雪乃ちゃんが食堂に駆け込んできたのは7時。部屋のカードに書かれていたサプライズパーティーの時間も7時。うまくできすぎじゃないの。そうそうそう、7時にあえてあの騒ぎを起こしたと考えられる。おそらくサプライズパーティーのために。え、 B が出てこない。ちょっともう一回考える。あとは何だろうね。あとこの3つ？あとは何だろう。こんな、こんなところにのれんが、荷物はなかった。黒井は行方不明。なんで池谷が出てくるの？池谷の死体は、やっぱダメか。やっぱ嘘をついたんだ。雪乃ちゃんは嘘をついたんだ。それがどういった意図によるものなのかは、雪乃ちゃんが食堂に駆け込んできた7時という時間が答えを示している。僕たちの部屋に置いてあったカードには、今夜7時のサプライズパーティーをお楽しみにと書かれていた。オーナーの鵜飼さんはこのカードのことを知らなかったから、鵜飼さん以外の人物がパーティーを計画していたということになる。
はあ、その人物が雪乃ちゃんだったのではないのだろうか。あの騒ぎもサプライズパーティーの一環だった。とはいえ、もちろん死体をサプライズにするつもりだったんじゃない。彼女の予定ではあのまま普通のパーティーを始めるつもりだったのだろう。それが気絶したことで予定が狂ってしまった。はあはあはあ。本当ならそのまま僕たちを風呂に入らせないか、パーティーの間に死体をなんとか隠すつもりだったはずだ。確かに雪乃ちゃんは目を覚ました時青ざめただろう。全てが露見してしまった後だったのだから。おそらくこのペンションから逃げるためにみゆきちゃんを殺害したと考えられる。しかし大雪で外に逃げることはできない。雪乃ちゃんを探すという僕たちの行動も雪乃ちゃんにとってはありがた迷惑だったに違いない。そして結局池谷さんに見つかってしまってやむを得ず殺害した。大森くんについても同じ動機かもしれない。雪乃ちゃんはぼっこちゃんにそっくりだったから、大森くんが雪乃ちゃんを見つけ出そうとしてもおかしくない。だとすれば、僕たちがこうしておとなしくしている限り、もう誰も死なないかもしれない。雪乃ちゃんを探そうとさえしなければ、きっともう安全だ。今さら雪乃ちゃんが犯人だとみんなに説明して怖がらせることもないだろう。このまま朝が来るのを待てば、警察が何とかしてくれる。僕はそう自分を納得させて寝返りを打った。あ、電話が鳴った?さっき電話通じなかったよね。ん?誰からかしら?もしかして警察なんじゃないか?いやいや。電話、ね、繋がってないんじゃなかったっけ?玄関の方向を見つめる。電話は鳴り続けている。うかいさん出ないみたい。不安げに京香ちゃんがつぶやく。うかいさんは眠ってしまったんだろうか。僕が行ってくるよ。でも危ないんじゃ。大丈夫、すぐそこだし。警察が来られるっていう電話かもしれないよ。僕は京香ちゃんを安心させるように明るくそう言った。私も行こう。腰を浮かしかけた神林さんを制止する。神林さんはここにいてください。何かあった時に女の人だけだと心配ですから。すぐに戻ってきますってか、電話すごいなってんな。黒井さんとかじゃないの?足早にラウンジを出た。これだけの音で鵜飼さんが起きないなんてことがあり得るのだろうか。ありえないね。2階にだって聞こえているはずだろうに、里美ちゃんが顔を覗かせる気配もない。もうなんだよ。本当に警察からなのだろうか。道路の復旧は明日まで無理だと言っていなかっただろうか。あれ?そう、そもそも電話は繋がらなくなっていたはずじゃ。あ、僕が電話に手をかけた瞬間、電話のベルの音が止んだ。ほっとして詰めていた息を吐く。仕方なく、あ、ラウンジに戻ろうとすると再び電話が鳴った。意を決して受話器を取る。と、あたりが真っ暗になった。受話器の向こうからも何も聞こえない。うわ、意図的っぽいな、停電だ。心臓が飛び出しそうなほどに脈打っていた。落ち着け、落ち着けと必死で自分に言い聞かせる。きっと雪のせいで電力システムか何かが故障しただけ。あ、もう怖い。これは怖いですね。不意に何かが床に落ちた音がした。はあ。見下ろすとボッコちゃんのフィギュアが床に転がっていた。うわ、そのすぐ近くに誰かの足がある。風を切る音がした。首が焼けるように熱い。顔を起こすことができないままその場に倒れ込む。おびただしい量の血が僕の首筋から。あれ?あたりに飛び散っていた。どうして?雪乃ちゃんを探したりしなければ殺されないはずなのに。意識を失う最後の瞬間、ぼっこちゃんがかすかに笑ったように見えた。あれ?バッドエンド。マジか。てか初めて。何気ここまでスムーズに来てたのに。
はい、今回は残念な、いや、こういうの出るんだ。残念な結果に終わってしまいました。トロフィー、エンディングを見た。選択肢の選択次第で様々な物語を描いていきます。ゲーム中に方向キーまたは左右スティックの上に入力すると、うん、本マークがあるページで丸ボタンを押すとそのページにジャンプ。うん。テキストログが表示されます。これを使うとすでに読んだところをサクサク読み飛ばすことができる。はあ、はあ、あ、フローチャートから好きな選択肢にジャンプすることができると。はい。あ、セーブします。はい。マジかい。あ、じゃあやっぱ黒い？こんで黒いだったらつまんなくね？まあ、そう、面白い、まあ面白いゲーム、まあね、そういう問題じゃないんだろうけど。この中で犯人だと思われる人物は黒井さんだ。なぜなら。あ、出た。黒井が犯人である根拠。お、なんか同じような。はあはあ。これ右は、あ、でも。はあはあはあ。これさっき欲しかったな。これは？ダメ。ダメ。やった。キュピーン。女湯と男湯にはそれぞれのれんがかかっている。女湯から男湯に死体を運ぶことは難しいが、のれんを掛け替えて男湯と女湯を逆にすることならすぐにできるはずだ。黒井さんは神林夫妻が食堂に移動した6時45分から少しの間一人になった。この時のれんを掛け替えたのかもしれない。雪乃ちゃんはすでに風呂に入った後でのれんが掛けられたことには気づかなかったのだろう。黒井さんは、そうだよ、掛け替えたんだよ。ああ、ただここで問題になるのが、黒井さんがどうやって僕より早く女湯にたどり着いたのかということだ。雪乃ちゃんが倒れた後、僕はすぐに女湯に向かった。京香ちゃんと池谷さんもついてきたから、僕たちの目を盗んで追い越すのは不可能だ。確かに食堂から女湯と男湯に向かう近道が他にあるというのなら話は別だけど、どう考えてもそんなものはない。いや、実はあったのかもしんないよね。俺が見逃してただけで。あ、待てよ、もしかして僕はあることを思いついた。カイト君、どうしたの？ちょっと調べたいことがあるんだ。僕は京香ちゃんにそう言ってラウンジを飛び出した。制止する声が後ろから聞こえたけれどこれなんか危なそうだな。振り返ることなく女湯へ向かった。女湯と男湯の入り口には最初に見た時と同じようにのれんがかかっていた。のれんをめくって裏側を確かめる。僕の予想と反してあら、これまずいな。裏には何も書かれていなかった。表の文字が透けて見えるだけだ。裏と表で女湯と男湯の表示が逆になるようなのれんがかかっているんじゃないかという僕の予想は見事に外れた。もし表と裏で男湯と女湯が逆になるようになっていれば、雪乃ちゃんが出入りしたことでのれんの表示が逆になった可能性があると思ったんだけど、
のれんには何の細工もなかったのだろうか。その時悲鳴が聞こえた。さとみちゃんだ。僕は急いで階段を駆け上がった。さとみちゃん、部屋の中にさとみちゃんの姿はなかったと、どこかの部屋で扉が閉まった音がした。あれ、さとみちゃん、廊下を覗いて確かめようと思ったその時、さっきよりも近くでまたドアが閉まる音がした。いや、正確にはドアが開いてすぐに閉まった音だ。誰かがゆっくりと廊下を歩いている。もしさとみちゃんだったら声を出すはずだ。それにこんな悠長に歩いているはずがない。僕は息を潜めて半開きになったままのドアの影に隠れた。ドアが開いて閉まる。さっきよりももっと近い。間違いない、犯人だ。さとみちゃんを探しているんだ。どうかさとみちゃんが見つかりませんように。祈るような気持ちで目をつぶったのは、僕の耳にまた一つドアが閉まる音がした。またドアが開く。また。さとみちゃんの声はしない。とうとうこの部屋と隣り合った207号室のドアが開いた。静寂がやけに長く感じる。しばらくしてドアが閉められた。さとみちゃんのはうまくどこかに隠れて犯人をやり過ごしたのだろうか。そんな疑問が浮かんだのと同時に、僕がいる206号室の前で足音が止まった。このドアの向こうに赤木さんやみゆきちゃんや大森くんや池谷さんを殺した犯人がいる。ドアを思い切り叩きつけて取り押さえるべきだろうか。そう思ったが、僕一人で取り押さえられるかいまいち自信がない。神林さんたちと協力した方がいいかもしれない。僕は呼吸を止めて犯人の動きを待った。そして1分とも10分とも感じられる時間の後、足音が遠ざかっていった。そっと廊下を覗くと誰もいない。1階に降りたのかもしれない。だとしたら京花ちゃんたちが危ない。僕は急いで廊下を駆け抜けたが、横から飛び出してきた何かに足が引っかかって、思い切り前のめりに転倒する。ふくらはぎが熱い。うわ、思わず手で押さえると湿った感触。パックリと割れた傷跡。僕のすぐ横に影が落ちた。はい、畜生、誰だ。難しいな。時間がちょうどいいから、次回ね。またゲームオーバーだらけかもしんないけど。じゃあまた来週。バイバイ。